皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、今は5時14分。晩型ですか？もう。夕方じゃない。どうなんだ？ちょっと見てみましょう。あ、もう日没です。じゃあ、晩ですね。晩だ。はい。じゃあ、晩型の一人語り、スタートさせていただきます。おいしい！ああ、おいしい。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 ああ、美味しいな。やべえな、これ。ああ、これやべえ、これやべえ。ほんとやべえ。ああ。いやー、今日は外出したんでね。はい。久しぶりに外出したんでね。もう今日はトレーニングはなしです。トレーニング免除。はい。トレーニング免除。そうですね。今日けど晴れてよかった、ほんと。どれどれ、今日は暖かかったんですね。明日も暖かい。そうなんですね。いいね、いいね。明日も外出するんで、はい。天気いいっすね、天気いいっすね。はい。はぁ、あ。今日はなんかいろんな曲がリリースされたんですよ、僕の曲が。はい。まああの YouTube に一個一個コンテンツ、この曲が上がりました、この曲が上がりましたみたいなとさっき配信したんで、ぜひよろしかったらですね、あの私の名前で検索していただくとずらっと曲がなあの並びますので、あのその中からお好きな曲を聴いていただければと思います。はい、ぜひ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 お願いします。はい、あ、そうですね。これからねレコーディングも控えてるんでね、あとそうレコーディング2つ控えてるんで、1個はもう出来上がってるんですけど、はい、1個は出来上がってて、もう1個は作ってる途中です。はい、どっちもボーカリティの曲なんですよ。なのでボーカリの曲はデモ曲は YouTube に残しておいて、でボーカルが入ってる本ちゃんものを売るっていう形にしたいと思います。はい、そうですね。はい、そうですね。いやー、皆さん投資とかしてますか？今私投資の本書いてるんですけど、はい。僕は今日47万円損しました。47万円の損。大した動きじゃないですね。はい。いつもだいたい100万以上の動きがあるんで、はい。そうですね。その大した額じゃないですね。はい。というか、小幅って感じですね。はい。そうですね。いやー、儲かってほしいなー。ねえ、教育資金今高いですからね。はい、いいところに入れようとしたら、はい、そうなんですよね。いやー、教育にお金がかかる。はい、さすがにインターナショナルスクールには行かない予定なんですよ。はい、そうなんですよね。インターナショナルスクールには行かない予定ですね。はい、子供が生まれたとしても、はい、なんか費用対効果が怪しいなって感じがするんですよね。はい、そうなんですよ。それだったら英語の YouTube 字幕付きのをどんどん見た方がいいじゃんと思って、あの TED トークとか見た方がいいじゃんと思って、勉強にもなるし、はい、そうですね。まあテッドキッズみたいなのがあればねいいんですけどね。はい、テッドキッズ、
提案してみようかな、テッドドットコムに。いや今日これから作曲と執筆やりたいと思います。はい、なんかそう聞くと仕事してるっぽいでしょ。いや全然お金にならないんで、全然お金にならないんで、はいはい、言っときますけど本当にお金にならないんで、はい、そうなんですよね。はい、もう趣味の一環ですよ、趣味の一環。あ、税理士さんっていうか確定申告上は全部ビジネスですよ。はい、YouTube もビジネスです。はい、だから仕事してます。はい、仕事してます。仕事、そうですね、作曲と執筆ですね。はい、仕事です。はい、どちらも仕事です。俳優も一応仕事です。一応黒字化狙ってるんで、はい、そうですね。今回撮ったショートシネマも賞金あれ入賞したら10万円もらえるんですよ。そしたらボスが今回のスタッフでは山分けっておっしゃってたんで、お、じゃあ儲かるじゃんみたいな感じですね。はい、やったぞって感じですね。はい、嬉しいですね。ギャラが入る、はい、俳優でギャラが入るのなんて久しぶりですよ。はい、そうですね。はい、そうですね。いやー、なんかお金の動きが荒いな。はい、そうっすね。あー、そっか、だからマック、古いマックを売ったらそれ収入にしなきゃいけないはずなんですよ多分。あー、めんどくせえけど真面目にやろう。僕真面目なんで、はい、そういうところは、はい、そうですね。はい、しょうがねえな、しょうがねえな。はい、しょうがねえ、こればっかりはしょうがねえ。はい、ちゃんと売ったんでお金にしよう。はい、けどあれなんですよ、古いマック12万円で買って、で、3年前のマックなんですけど、これがですね、36,956円で売れたんですよ。結構いい値段じゃないですか。はい。と思ったんですよね。はい。はい。はい。そうですね。はい。はい。そうですね。はい、そうですね。はい、そうですね。はい、ちゃんと経費じゃない、収入計上しました。はい、そうですね。そっか、なかなか大変だな。買い取りもね、買い取りしてもらったら収入になるんだね。収入扱い、経理って大変だな、そう考えると。なんかいろいろこういう風にしなきゃいけないみたいなものがあって、はい、そういえばまだご飯食べてなかったな今日。ご飯食べてないっす、食べなきゃ。
この後ちょっと食べます。はい、完全空腹状態で飲んでますね僕。はい、いやー今日は仕事頑張るぞー。はーい、楽しいんですよね仕事が。そうですね、あ、そっか、この曲とかも スポーティファイで流せばいいのかな。そういうことですよね、そういうことですよね。ねえ、そしたら僕にお金が入るんでしょ。あ、いいっすね、いいっすね。へえ、じゃあスポーティファイで聴こう。どうします。あれ、スペルが間違ってる。はい、スポーティファイで聞こうと思います。はい、今後は。はい、じゃあこの曲はもうそうですね、リストから削除だな。はい、そうですね。はい、飲み終わりました。そして曲も終わりました。今回の配信は以上になります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。良い夜をお過ごしください。